初民発の革命家家家政治家銀行家中国同盟会以来の革命派人士で、後に中国国民党に加入した。西南派の一員でもある。旧名は、後継字は、武志高公衆不条の宮間書院で、旧学を学ぶ。1909年、公衆に赴き、両校方言高等学童で学ぶ。この時、 中国同盟会に加入した。1911年4月、高架光選駅に、主修神の下で参加したが、革命派は敗北した。翌1912年に、方言学童を卒業すると、公衆で法規に参加し、成功後に高来都督に任ぜられている。その後、渡米して、ニューヨーク州の大学で、法律、政治を学ぶ。 1918年に帰国し、上海で、雑誌、建設の編集に携わった。1920年、孫文に随住して、広州に赴き、大本水府秘書に就任したほか、土地投機局局長、関東省教育委員会教育雑誌社社長も兼ねた。翌年12月、関東大本営金庫長健康生銀行行長となる。 1923年、公衆市政府委員長に任せられる。同年3月、大本営金庫長兼大本営財政部第三局局長となる。5月、中央銀行行長となった。12月、関東高等審判長代理長長に転じている。1924年4月、法制委員会委員となる。8月、中央銀行統合ととなった。 10月、大本営財政部次長兼主を、スト務所所長となる。翌年7月、関東省政府高等検察庁検察庁に転じた。以上のように、孫文の関東政府において林雲は、財務、法務の幹部としての地位を歴任したのである。1927年4月、公衆市政府委員長に復帰する。1929年3月、 中国国民党第3期中央候補監察委員に選出された。7月、関東省政府委員に任せられる。11月、広州市が特別市に昇格し、そのまま林雲が特別市長を務めた。1931年5月、広州市市長から関東省政府主席に昇進し、同省財政庁長長も兼ねた。 翌1932年、西南派による西南政務委員会場務委員に任ぜられる。1935年11月、国民党中央観察委員に選出された。関東にあった間、林は関東省の実力者であった、陳渡党に従い、内政面で手腕を振るった。1936年7月、 陳渡る等が、良好事変に敗北して失脚すると、林くも、も関東省政府主席を離れ、妄想委員会委員長に転じる。しかし翌月には神経部部長に移った。以後、死去するまで12年にわたり在任した。1948年10月4日、病没。去年68。ありがとうございます。